はい、皆さん、こんばんは。ラクタビ若村です。さあ、本日は10月の25日、日曜日です。夜の7時になりました。本日も、ほぼほぼ、毎日配信です。ラクタビ通信ライブ版、今日ちょっと旅へ、スタートしたいと思います。拍手 さあ、夜になって少し冷え込んできましたけれども、本日は楽旅京町屋の玄関からお届けしています。まもなく10月の29日に、明月の一つ、旧暦の9月の13日の夜空に浮かぶ月を13夜と言いまして、旧暦8月の15日を15夜、そして9月の13日を 十三夜と言いまして、この二つの名月をめでることが大切とされてきたんです。十五夜はすでに終わって、十月の一日でした。いよいよ、十三夜が、旧暦で言いますと、九月の十三日。現在の暦で言う、十月の二十九日が、十三夜の名月が上がってまいりますので、ま、あその日まで、 私たちの楽旅京町屋では、お月様ののれんをかけさせていただいております。以前にもご紹介しましたが、大きな月が上がって、その下で、長寿人物戯画にも見られるうさぎたちが、月といえばうさぎですから、うさぎたちがお酒を飲んだり、宴を催している模様が描かれておりまして、まあこの、 秋ならではの今、のれんをですね、かけさせていただいているということなんです。ぜひ、10月の29日の13夜の名月も今年はめでていただきまして、15夜と13夜、両方めでることが大切とされてきました。片方だけだと、片月見と言いまして、意味嫌われてきた習わしもありますので、ぜひ10月の1日をご覧になった方は、あと4日です。 29日の十三夜もめでていただきまして、その深まる秋に、名月をめでていただいて、深まる秋を感じていただいたらと思います。もうだいぶね、29日に向かって月が大きくなっていってますので、十三夜に向かって、ぜひ今日もお天気が非常に良い今日は一日でした。秋晴れの中、今日はお昼間散策をして、 今、このオフィスに帰ってきましたけれども、えー、夜空を見上げまして、十三夜に近づいていく、美しい月をですね、今日この後皆さんもめでていただいたらいいかなと思います。さあ、そして本日は、味巡りという講座が行われました。毎月、第4日曜日は、その季節、その季節の旬のものを食べる、いろんな料理屋さん、料亭を訪れて、味覚を楽しむという、 味めぐりという講座がありまして、今日は西人魚心さんの方へとお邪魔してきました。地下鉄、今出川駅で集合して約1時間半、いろんなお寺神社を回りながら西人にあります。魚が新しいと書いて西人魚心さんの方にお伺いしまして、かつて 夕足料理という、まあ、現在でも宮中、ゆかりの料理文化を伝える歴史ある料亭さんの方でお食事をさせていただきまして、秋の松茸、そして栗など、もう秋の味覚たっぷりの懐石料理を今日はいただきました。まあ、ご参加いただきました皆さんにも大満足いただけたのではないかなと思っております。 しかしこの味巡りはもちろん食べることがメインの講座ではありますけれどもそこの料亭に行くまでのまたはお食事が終わった後にその地域の歴史を巡るのもまた楽しみの一つで今日は今出川の駅で集合して魚神さんに行くまでの1時間半西陣界隈を散策したんです白峰神宮 本阿弥光越の京屋敷跡、水落町、山名宗前邸宅跡、関瀬町、門出八万宮と様々な歴史散策をですね、ちょうど今出川通りの一本北ぐらいをゆっくりとこう街中を歩きながら、まあ、白峰神宮、 または、本阿弥光越の京屋敷跡、山名宗前の邸宅跡,跡など、石碑も、もう建物はないんだけれども、石碑なんかも交えながら、西陣の歴史を散策しながらですね、いろいろこう巡ってきたということなんです。もうちょっと歩きますと、今日お昼間は汗ばむような陽気でありまして、まあ結構、人でも多くなってきまして、車も、大きな観光地の賑わいも、 たくさんの人々が今ね、来ているような感じにはなってきましたけれども、西陣のさすがにね、そのあたりの今出川通りから一本奥に入りました細い道なんかはほとんど、まあ、観光客はいませんので、えー、今日はゆっくりとですね、皆さんと一緒に西陣の歴史散策がね、できたのかなと思っております。さあ、そしてですね、この秋はまだまだ、いよいよね、今が10月の下旬で、11月になりますと、 秋が深まり、もみじの名所もたくさん色づいてきます。そろそろ、比叡山の方から色づいて、山ふもとの大原、倉巻船高尾と、山間部が11月の上旬あたりから色づいてきます。その後中旬から下旬あたりに京都市内全般がもみじが色づいてきますので、いよいよ観光のハイシーズン、一番中心の季節、 11月を迎えようとしています。私たちの楽旅でも、会員の皆様にはこういう楽旅通信をお届けしておりまして、この中に、11月の散策も、たくさんご用意しておりますので、またもう一度見直していただきまして、あ、あの暦の日、あそこに行ってみようと、ぜひいろんな散策を探してですね、お越しをいただきたいと思ってます。特に例えばこの、 神様神道をオンラインで学んでから、神様の神社を回る、11月の23日、11月の28日と、私の方が、東山のひむかい大神宮ですとか、28日には、今日、少しね、訪ねました角で八万宮も入れながら、北の天満宮のおどいのもみじ、そのあたりをね、散策するツアーなんかもあります。えー、楽旅館以外の皆様でこの通信をお持ちでない方は、 楽旅のホームページの方にすべて、ホームページに掲載しておりますので、ぜひまた、11月の23日、私が案内します。東山のもみじ散策。11月の28日、西人界隈のもみじ散策。このあたりもぜひね、ご予定いただいたらと思います。その、神様の世界、神社を巡るにあたって、11月の3日に、今年は、日本初期、 成立をして1300年の節目の年を迎えています。その日本書紀を中心に、古事記、日本書紀の危機神話の中から、神様のせ世界をね、紐解く、オンラインセミナー、インターネットで、ご自宅で受講いただけます。こういうオンラインセミナーも、楽旅のホームページの方に今記載しておりますので、ぜひご受講いただいて、神様の世界を学んでから、23日、 28日と、ぜひ散策の方でその神様の世界を実際に訪ねていただいてもいいのかなと思います。ぜひ皆さんのご参加をですね、11月上旬のオンラインセミナー、下旬の現地散策と皆さんのお越しをですね、お待ちしたいと思います。さあそして今日はね、ちょっとね、お知らせが盛りだくさんで、今日はこのライブ配信終わりましたら、 8時から NHK 大河ドラマ麒麟が来るがあります。で、麒麟が来るが終わって、9時からです。京都の皆様は、地元京都、KBS 京都で21時から、今日はですね、悠久の物語、京都ロマンという番組が再放送されます。以前もね、実は放送があったんですが、その再放送で今日は、明智光秀について、 山崎の合戦で亡くなる、その最後の17日間、その知られざる戦いをご紹介する番組が特別に放送されます。今日は再放送ということで、以前、一週間前かなもうご覧になった方もいらっしゃると思いますけれども、今日は二度目の再放送で、9時から KBS 京都で放送されますので、ぜひこちらご覧いただきたいと思います。えー、この放送の中では、うちの山村も登場してですね、 明智光秀の知られざる物語を語っていますので、ぜひそのあたりも合わせてご覧をいただきたいと思います。地元京都、KBS 京都で今日21時から京都ロマン、明智光秀最後の17日間という特別番組の再放送がありますので、ぜひお楽しみをいただきたいと思います。さらに、そのまま KBS 京都を見てますと、 今日の22時30分、夜の10時30分から、あの芸能人の森脇健二さんがいつもいろんなところを歩いてお寺神社を回るという暗雇でござるという番組があります。その中で今日はこのテーマがね、新選組ということで先日本旅の方で萌えよけん新選組の講座をさせていただきましたけれどもその新選組ゆかりの地を今日 KBS 京都で22時30分からです。森脇健治さんがアンギャでござるという番組の中で、今回光明寺や三部寺などを訪ねるんです。特に三部寺では親しくさせていただいております。松浦さんが登場されると思います。そして三部寺と言いますと、そうなんです。新選組ゆかりということで、本年、 新選組の大福である羽織は、大丸京都店で作られたと、かつて、大丸さんで作られたということで、現在の大丸京都店がそれを復元するプロジェクトを動かしまして、今年実は奉納されているんです。そのあたりの物語も、大丸京都店の谷さんも出るのかななんか出るようなことを聞いています。 あの、もう、タビ通信ライブ版では、純レギュラーになっておりますが、まあ、勝手に、ね、私たちが言ってるんですけれども、えー、大丸京都店の、ことごとく京都プロジェクト、KKP 担当の谷さんも、松浦副住職様と一緒に、番組の中に出てるのかな、とお伺いしておりますので、ぜひ皆さん、今日はこの後、NHK、キリンガックル、で、21時から、KBS、 明智光秀22時半から新選組ということでちょっと KBS 京都は京都以外の方はちょっと簡単にはご覧いただけないかもしれませんけれどもぜひ京都の方はもう今日はこのあと予定目白押しということでねぜひそのあたりもゆっくりと今日を楽しんでいただきたいと思います秋の夜長ですから夜を長く使って素敵な秋の夜を過ごしていただきたいと思います さあ、それでは本日も今日ちょっと旅へということで皆様にはどこかのお寺、どこかの神社へと旅をしていただきたいと思います。さあ、それでは行きます。恒例の箱の中に入っているお寺神社の名前が書かれた旅くじを引くことによって今日のトークテーマを決めていきたいと思います。それでは行きます。くじ取り式です。 さあいきますよどこになるでしょうかちょっとグッと混ぜますよではこの下の方から掘り起こしていきますこの辺かこちらを本日のトークテーマとしてみたいと思いますそれでは続きましてこのトークの中身を改めるくじ改めですまずは 私が確認をして皆様に一つ、二つ、三つとヒントを出していきたいと思います。そのヒントから、あそこの神社かないや、あのお寺じゃないかななど、皆さんも考えながら聞いていただきたいと思います。わかったという方はコメント欄に、なんとか寺、なんとか神社と書き込んで、どれぐらい京都してるか、腕試しをしていただきたいと思います。それでは行きます。くじ改めです。 お,お <laughs> はいあ。びっくりした。え、まだ出てなかったのかなと思ったら、一文字違いでした。あ、わかりました。本日のトークテーマ。お寺か神社かと聞かれると、神社寄りかなという感じです。でも神社そのものかと言われると、 神社ではないんです。ですから、神社寄りのトークテーマです。まあ、決してお寺ではないということです。でも神社ではないんです。何のことかわかりませんね。今日のトークテーマ、このスポットは、清らかな水が流れています。その水が大切で、 神様にお仕えするということは、水の力で身を清め、常に清らかな身で神様にご奉仕をするという考え方があります。そのため、その水が庭の中に流れ込み、邸宅全体を清らかに保っているんです。そういう場所がある神社の 門前に現在も残っておりまして、歴史的な建物がその一帯エリアに残ります。初めてその名前を聞くと、ええー、京都でも取れるんですかという形でちょっと勘違いをされる方もいらっしゃいます。しかし、勘違いをするものは、 海から川に遡上してくる魚です。でも、京都のここは遡上もしませんし、卵も産みませんし、でも川があるんですよ。もうわかりましたかねこれ分かった方は、あーってなりますけれども、今分かってない方はね、全くちんぷんかんぷんだと思います。海とか卵とか、何のことかということなんですが、名前ですよ。 皆さん、秋になると、ぴしゃ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 っとこう、川を遡ってきて、美味しい卵を産む、そんなお魚が、そうですね、北海道なんかでは、熊が、パーンとこう、よく木彫りで、ね、北海道行ったお土産に、木彫りで熊が、パーンと何かをこう、川から跳ね上げてるようなね、木彫りの彫刻がお土産で、床の間に飾ってあったりする家がありますね。 あの魚が、ここにあるんです。あ、ここにはないんですよ。読み方が同じということなんです。世界遺産。神鴨神社の門前に広がる場所です。今日のトークテーマはね、こちらです。じゃん。上鴨の、鮭です。鮭。わかりました海をさの、海から川を遡るね。 で、卵を産むね、鮭。あの、紅鮭とかね、あの、海の鮭なんですが、漢字が違うんですよ。屋代、ね、の家と書いて、鮭と言います。上賀茂神社と言いますと、京都落北の大きなお屋代で、今からもう 2000, 2000年以上前に、 京都の北部一帯に大きな勢力を張った古代豪族、カモによって創建されたという、京都でも屈指の歴史を誇る古いお社です。代々、カモの社に仕える神職の方々は、お社の前の邸宅に暮らし、身を清めては朝、社の方へとご奉仕に出かけられるわけです。そういう、 神職の方々の邸宅が上賀茂神社の門前に残り神職の家で社の家と書いて鮭と言い,いまして伝統的建造物の保存地区として大変由緒ある街並みが残っています上賀茂神社の中を流れる神様の川が神社を南から抜けますと 明神川と称されます。明るい神様の川と書いて、明神川。その明神川沿いに、皆さんのイメージでは武家屋敷のようにも見えます。土壁の立派な邸宅が並んでおりまして、一見すると武家屋敷のようにも見えないことはないんですが、これらすべてが 神鴨神社に仕えた神職の邸宅、鮭と言い,いまして、その邸宅の中をよく眺めると、まあ、壁がありますから中には入ることはできないんですが、一部西村家住宅などは今公開されています。今コロナ禍でもどうでしょう、公開されていると思いますが、ホームページ等を確認して一度訪ねていただきたいと思いますけれども、その鮭の一軒一軒の邸宅の中、 明神川が流れ、そこに面して邸宅があります。各邸宅の川の上流側に、上鴨神社から流れてきた神様の川です。その清らかな水を自らの邸宅に取り込むために、上流側に土壁の下の石垣のところに穴が開いてまして、そこから水が 邸宅の中の庭へと流れ込んでいるんです。そうして庭の中をぐるりと回りました後に、下流側から今度出口がありまして、石垣に、その出口から水が戻っていきまして、常に上賀茂神社から流れてくる清らかな流れを、自らの邸宅の中に流し込んで、邸宅を清め、そして毎朝、 その水や井戸の水で身を清めて神社の方へとご奉仕に行かれるということなんです。特に今申しましたように一見西村家住宅が特別公開されておりましてそこの中を見ると上流側から引き込まれた川の筋そして井戸があってそこにろうそくを立て朝暗いうちから身を清め 神様にご奉仕をするために神社へと向かわれますから、ろうそくを立てて、その水で身を清めるための食台の石、ろうそくを立てる石なんかも今現存しているんです。そういう鮭という街並みが残るのが上賀茂神社で、かつては、まあもちろん下茂神社にも鮭とされる邸宅があったりしますけれども、今まとまって程よく残っているのが上茂神社。 鮭町ということで、その清らかな川の流れと邸宅がよくよく保存されているということなんです。私も、もう20年以上前、学生の頃に観光ガイドのアルバイトをしてましたので、先輩からいろんなこう知識を教わるんですが、上鴨にはね、鮭がいるって言われたんですよ。えと思いまして、どうやって鴨川をね、 ま、瀬戸内海から、淀川、鴨川を遡ってね、あの、鮭が産卵のために戻ってくるのかと思ってたんですよ。よくよく聞いてみたら先輩がまあ私たちを騙してたんですけども、鮭は鮭でも、矢代の家で鮭と書く、この伝統的な建造物の、まあ保存地区があるということで、まあこの、上鴨神社の鮭町が残ってるんです。また皆さんね、この鮭町行きますとね、例えば、 遺跡という神職の方の邸宅遺跡家が今はね匂い袋をね作って販売皆さんにね分けるようなお店があってねかぐわしい香りがしながらも建物がもう伝統的な鮭の建物なんです3階建てのこう楼閣のような高いね確か3階建てだったと思います 一般の住宅とはちょっと変わった違う形をした邸宅が残っていたり。また、もう少しね、上鴨神社の近くには、成田という、あのー、上鴨界隈のお漬物といえば、すぐき。あの、ちょっと酸味の強いスグキ漬けというのがありますけれども、そのスグキ漬けなど、京都の名物、お漬物を販売する成田というところもあってね、あの辺りも鮭町の一角ということでね、 あの辺りを観光される方は、特に成田山でのお漬物のお買い物もね、楽しみの一つなんですよ。ですから、上賀茂神社の参拝をされましたら、鮭町を眺めながら、成田さんでお漬物のお買い物、そして遺跡家さんで匂い袋、さらに奥行きますと、上賀茂神社の拙者にあたる大田神社、 5月の中下旬になりますと、柿翼の群生地として、美しい柿翼が咲くことでも知られているんです。ちょうどね、このライブ配信でも5月の中旬ぐらいかな。柿翼が美しい頃にちょうど旅くじで大田神社が出まして、藤原の春勢の歌などもご紹介しましたけれども、この上賀茂神社の門前界隈にも大変魅力的なエリアが広がっていますので、この 鮭含めましてね、ご散策をいただきたいと思います。ぜひ、鮭町の中の一軒、村西家住宅がね、あ、西村家がね、あの、公開されていますので、そちらもぜひ一度訪ねていただきましてね、あの、ご見学いただくと、こういう形で昔の神職の皆様は、身を清め、神様にご奉仕をされていたのかというね、身が引き締まる思いが感じられますので、 ぜひゆっくりとまたご見学をいただきたいと思います。はい、ということで本日は、ピャ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 。川を遡上する鮭ではなくて、上賀茂神社の神職の邸宅、鮭をご紹介しました。ということで、ほぼほぼ、毎日配信をしております。楽旅通信ライブ版、今日ちょっと旅へ。本日のトークは、ここまでとなります。 さあ、この後はね、楽しみいっぱいです。8時から NHK、9時から KBS、京都ロマン、10時半から新選組の話題で、アンギャでござる。もう今日の夜は、秋の夜長になりますのでね、皆さん、この後も KBS 京都、NHK 大河ドラマなどをね、お楽しみください。それでは、最後になりますが、一番大切な心にハートに元気をチャージする合言葉で締めくりたいと思います。さあ、皆さん、 合言葉は、きっと、もっと、京都を、好きになる、この、好きになるというところに皆さんも大合唱いただきまして、手にはハートマークを作って、京都からもたくさんの元気をお届けしますし、皆さんからもたくさんの元気をお届けいただきたいと思います。それでは行きます。きっと、もっと、 京都を好きになるということで本日は午後の7時からお届けしました。楽旅通信ライブ版今日ちょっと旅へ。明日は元に戻りまして午後の3時、15時からお届けしたいと思います。明日は午後の3時にまた皆さんとお会いしたいと思います。ありがとうございました。 ハートマークを連打して元気をチャージしてくださいさあそれではポチッと消したいと思いますありがとうございました